日本代表に選ばれるじゃないですか。はい。オリンピック日本代表。はい。どんな気持ちでした、選ばれた時は。いや、俺でいいのと思いました。だってまず選ばれると思ってないですから、そのシーズン初めから。予選も前年度なんて予選も行ってないし、アジア予選も行ってないし、うん、オリンピックを本メンバーを選ぶっていう何十人の中にも入ってないんで、うん、選ばれようがないわけですよ、状態としては。うん、でトントン拍子となんか絶好調だったんで、そのシーズン2008年、うん、で急に追加で招集されて選ばれちゃったんで、はい、いや俺でいいのかなと思いました本当に。やっぱり日の丸を背負ってプレーするっていう重圧っていうのはありましたか。正直自分は大丈夫だと思ってました、行くまでは。ほう。なんでかっていうと、やっぱ26でプロに入ってレギュラー取るのも遅かったですし、うん、1日1日プロの世界も厳しい世界で戦ってきたつもりだったし、本当に一生懸命やってたんですよ、レギュラーを取るために、うん、でやっと取ってレギュラーとして長くプレーもしたいんで、本当に必死こいてやってたんで、こんだけ普段から一生懸命、うん、普段からプレッシャーを感じてやってたんで、まあ、どんな場面に行っても大丈夫だって思ってたんですけれど、まあ、北京に行って今日の丸つけて試合やったら、ちょっと違う感覚はありましたね、うん、やっぱり、まあ、韓国とかね、キューバ、アメリカっていうチームと向かい合った時に、うん、これはやばいとこ来ちゃったなと思いました本当に。